ベッドが届いたー。来たぜ来たぜ来たぜ。実家の時は妹と僕が二段ベッドで、で家族4人で寝る寝室があったんですよね。二段ベッド以来のベッドだ。開いた。開きました。ちょい、はい、オープン。はい、こちら動画の主役であるペーパーベッドのフレームとマットでございます。こちらですね、もう見てもらっての通りこんな感じで、厚さが10センチ、こんだけコンパクトにベッドフレームが収納できるベッドでございます。こちら株式会社 UI 様からご提供をいただきました。購入品でもなくレンタルものです。なので一回この動画撮り終わったらちょっと返却すると、早速こちらちょっと使っていこうと思うんですが、はい、こんな感じでゴムを外すと、もうこれがアコーディオンのように伸びると、はい、すげえ、こんな感じです。実は僕が使ってる椅子、我が家にもですね、これと同じ形式の家具がございまして、それがこちらのルコテという段ボール家具なんですけども、まあ、これも実はサイドテーブルになったり椅子になったりとかする製品なんですけど、使わない時はこうやって畳んでおける、こちらルコテという段ボール家具をもともと購入して愛用して動画にしたところ、渋さんこれのベッド版がありますとで教えていただいて、で見たらこれめちゃくちゃちょっと良さそうだったんでお借りしていると。はい、こんな感じで、ですね、使い方としてこんな感じで引き出すって書いてるんですけど、これこんなね、ちょっと最初伸びないと思うんだよな。僕の買った段ボール家具どこでもそうだったんですけど、最初型がついてない状態で開いても、ほら勝手に閉じちゃうんだよね。だからここ多分ですね、しばらく使わないとちょっと開けるの見えないと思いますっていう。最初こんな感じで多分マットレスを固定して伸ばして、これだ。いかがでしょうか。こんな感じですごいコンパクトにまとまりました。畳んだ状態から開いてみようと思います。はい、というわけでちょっとしばらくですね、ここで休憩、ちょっとお水を飲みつつ、もうこんな感じに本当にベッドとして使ってるんですけど、いや耐久性はこれやっぱめちゃくちゃすごいです。これ300キログラムまで乗っても大丈夫だそうで、で僕が使ってたルコテという椅子の段ボール家具もあれ確か180キロまで乗ってよかったと思うんですけど、これもやっぱ300キロなので段ボール家具なのに、まあ、こういうハニカム構造っていう伸び縮みするアコーディオン形式の形のおかげで300キロまで乗れるっていうところで、本当に頑丈、全然立ってもいいし、これはすごい本当にベッドです。全然揺れないし、というわけで、じゃあ実際にこれベッドとしてはもう普通に使える、全然丈夫なので、実際にコンパクトに折りたたんでみようと思います。まあ、こんな感じでとりあえずソファーにもなるし、あとベッドにもなるってことは分かったので、もう一度これを最初の状態に、もう引っ越しとかするときのように戻します。あ、すごい楽。あ、これすげえ楽だわやっぱり。これでいいもんね、もう。はい、これでもう引っ越しとかもすごい楽だな。やっぱりベッドなのにこんだけコンパクトにまとまるっていうのはすごいいいですね。参考までに我が家のこちらの新世代健康マットレスっていう折りたたみのセミダブルの
マットレスがあるんですけど、比較してみると、はい、こんな感じか。まあ、もともとこれくらいコンパクトなマットレスと比較しても、やっぱりすげえコンパクト、ちっちゃいです。それとこれ本体の作りなんですが、はい、こんな感じになってまして、で、ここの伸び縮みする部分がこの段ボールになってると。で、ここの部分は竹です。見てもらっての通り竹が使われていて、じゃあ竹と段ボールの組み合わせなんですけども、本当にこれでベッドフレームになってるからすごいコンパクトなんですが、まあ、やっぱりですね、こう竹が使われてるからなのか、これ重いです。やっぱこれ実は14キロあります。軽い筋トレですねっていうくらい14キロベッドフレームがあるので、コンパクトだけど重いっていうのは、まあちょっとデメリットかなと。ただやっぱりベッドフレームが重いからこそ、まあ 300kg 耐えられるとか、そのちゃんとベッドとしてちゃんと機能してるっていう面もあるので、まあこうコンパクトだけど重い、その代わりしっかりしてるっていうのがこのペーパーベッドの特徴かなと思います。はい、というわけで、まあこのちょっとペーパーベッドをしばらく使ってみて、まあ、良かった悪いことちょっと順に言っていくと、まあ良かったところは、まあやっぱりベッドなのにフレームが圧倒的にコンパクトですね。で、それでいて、あの開くとめちゃくちゃ丈夫です。本当にやっぱり 300kg まで乗っていいっていうスペック通り、かなりあの本当にもう僕あの実家で普通に木製のベッドとかで寝てましたけど、それに劣らないくらいもう全然丈夫です。かなり頑丈なベッドとして使いました。で、それでいてコンパクトなので、まあ引っ越しが楽だなと。で、結構やっぱデザインがいいですね。意外と、まあ段ボールって結構安く見られがちなんですけども、まあ結構こういうあの竹を使ってるから、竹と段ボールの組み合わせだから、そんなにこうインテリアを損なわないというか、その点僕が使ってるこちら、あのルコテという段ボール家具、やっぱ同じ構造の作りになってるので、普通にインテリアとしても普通にあのおしゃれだなと思いました。で、ベッドで使わないときは、あの折りたたんでソファーとしても使えるし、で、最大限までコンパクトにすれば、まあ、持ち運びも楽で引っ越しとかもしやすいと。もう極端な話、これくらいコンパクトだったら、あの僕がよくやってるタクシーで引っ越すみたいなことが可能。ベッドを持ってるのに、もう車とかタクシーで簡単に引っ越しができるっていうのが、まあ、この一番のペーパーベッドの強みかなと思います。で、続いて悪かったところ、ちょっともう少しこうだったらなっていう点を挙げると、まず一つ、これ個人的な僕の要望なんですけど、白が欲しいです。これカラーリングが現在2019年の8月時点で、あのこれ幕開けというクラウドファウンディングで今あの事前に予約で購入できるんですけども、色がこちらあのブラウン一色しかない点ですね。僕なんかは結構こういう白い部屋に住んでて、でこのルコテもそうなんですけど、白い家具揃えてるんですよね。白とか黒とかカラーリングがあればいいなと思いました。で、開け閉めが思ったほど楽ではないです。やっぱり正直ですね、あの僕なんかはもともと折りたたみのマットレスをあの毎日あの寝る前に開いて、で朝起きたらすぐ畳んでっていう感じで、まあ、基本的にベッドとか寝具ってその開いたまま部屋に置いておくと圧迫感、場所を取るから圧迫感を感じるから、僕基本的に寝ない時は畳んで、で朝起きたら畳むっていう状態にしたいんですけども、まあこのベッドで正直その朝起きて閉じて、で寝る前に開いてってことを毎日やりたいかって言われたら、正直ちょっとこれは厳しいかなと。多分僕がこれ普通に毎日使ってたら多分閉じないと思います。もう普通に毎日ベッドとして開いた状態で、でまあ友達が来た時だけソファーにしたりとか、引っ越しの時だけ折りたたむとかっていう感じになるかなと思いました。はい、で最初動画の前半ではですね、やっぱりこうあの型がついて伸び縮み勝手にしちゃうから、あの設置がしづらいとは言ってたんですけど、やっぱり、まあ、回数重ねるとあの型があのほぐれてきて、すごい設置しやすくなってきたので、長時間、まあ、多分2、3日とか1週間使えばもう少し楽に開け閉めできるようになるのかなと思いました。本当にですね、まあ、ミニマリストの方とか物を持ちたくないっていう方でも、もうベッドじゃないと嫌だと、もう寝るときは絶対にベッドのある程度高さがある位置で寝たいって方だった
ったらこれおすすめできます。まあ、僕本当にだからベッド派だったらこれ買ったかな。引っ越しがめちゃくちゃ楽、ベッドフレームなのにめっちゃ引っ越し楽だし、ソファーでも使えるしっていうところで、本当にまあ僕がもしベッド派だったらこれ買ってたと思います。っていうところで、まあもしこうミニマリストの方とか物をあんまり持ちたくないよっていう方で、もう私は絶対ベッド派って方はこれ検討してみてはいかがでしょうか。本当にベッドとしてはかなり高機能で、まあ、今後こういうベッドがどんどんね、広まっていったらいいのになとか思いました。それと最後にこのベッドを教えていただいた、提供していただいた株式会社 UI 様、ありがとうございます。まあ、本当最近こういう最先端な高機能なベッドがあるってことを僕知らなかったので、まあ、この動画を機会に体験することができて本当に良かったです。この動画が良ければ画面下の高評価よろしくお願いします。それとミニマリスト支部のチャンネルでは、まあ、こういった物を持ちたくないという人に向けた、まあ、こういうミニマルな製品だったりとか、あと物の捨て方解説動画を日々動画投稿しているので、画面下のチャンネル登録と高評価ボタンを何卒よろしくお願いします。それでは。